こんにちは、スイちゃんのリミです。今回はロフトで2000円チャレンジをやってみました。リミちゃん、久しぶりだね、こういう企画に参加するの。 ね。ということで、リミちゃんがね、ロフトで欲しいもの、買ったものをね、紹介してもらいたいと思いまーす。へいや、へいはい、じゃあちょっとカメラ寄ります。じゃあまず最初は何でしょう。おー、かわいい。ノート？ノートだね。じゃあちょっと袋から出してみようか。犬のノート。犬の、これプーさんのでっかい本みたいな。あ、あったね。ね、いろんなね、一応絵柄があったんだけど、リミちゃんはこれがいいっていうことでね。ママ、こういうの好きだよね。ママなんか変な。ママこれも可愛いよねって言ったら、嫌だって言われました。これがね、よかった。ママ変なやつ。でもハリネズミ、これバイクのこと？ハリネズミじゃない。ママ。あー、バーバーパパだね。バーバーパパじゃない。あれ、バーバーママだっけ？はい、じゃあ次。付箋。付箋。好きな色が使える付箋ということで、5色の付箋だね。ちょっと、しほちゃんが使ってる付箋よりはちょっと大きめですね、リミのね。そう、こんな感じです。リリリ、付箋はね、何かしらね、使うからね。めっちゃね、鮮やかな色だよね、5色綺麗にすごいね、こんなになるんだね。付箋じゃないみたいだけど。はい、こんな感じでございます。わお、次。はい、ボールペンじゃないや、シャーペン。シャーペン、これはあれだよね、コンバース。コンバーバースのシャーペンだよね。ちょっとさ、シール取ってみよっか。この周りの取れるかな。綺麗に取って、そこにコンバースのマークが書いてあるんだよね。ここにね、コンバース、コンバースのマークがちゃんとね、シールを取るとついてる。かわいいよね、コンバース、星のマークです。はい、次。はい、次。じゃん、これはウェアラブルメモ。ウェアラブルメモって書いてあります。これ何、どうやって使うの。見てて見てて、いくよ、うん、あ、ずれた。これね、病院であったよね。病院のガチャガチャで。あ、そうなんだ。痛そう、大丈夫。こういう感じで、なんかこう手首に巻きつくっていう、ちょっとゆるい。で、メモが書けるんだよね。この方がいいか。要は身につけるメモです。わかりますかね。こんな感じでございます。そのボールペン、はい、それ用にボールペンも一応買って、それがまたコンバース、コンバースのボールペン買いました。じゃあこれもちょっとシール取りましょう。そう、これはね、油性のね、ボールペン限定なんだよね。油性のボールペンじゃないと消えないらしいです。そうなんです。そうなんです。で、油性のボールペンで書くと消しゴムで消せるそうです。コンバース、コンバースのボー、あ、これはボールペンですね。ボールペン、はい、青です。書いてみるよ。書いてみようか。あ、書けた。リミの落書き、リミの落書きこんな感じで消しゴムで消してみる。でかでか、めっちゃでかい、しおちゃんが持ってれば。まちまるくん、じゃあそれで消してみよっか。消えるかな。いくよ。うん、もう消えた。消えた。どれどれ、でかいから消しづらい。ちょっとでかいから、あ、消えてる。すごいすごい、すごいね。ね、うららららリミちゃん、でもこういうの好きだよね。
おお、綺麗に消えました。こんな感じ。すごいすごい。はい、女の子の絵が描けたそうです。はい、というわけで今回はリミのロフトで2000円チャレンジをやってみました。はい、それではバイバイ。バイバイ。持ってくで。はい。